ゲオルク・フォン・ローゼンはスウェーデンの画家である。スウェーデンの歴史や北欧神話を題材にした作品で知られている。スウェーデンの外交官を務めていたアドルフ・フォン・ローゼンの息子としてパリに生まれた。父親は後にスウェーデン最初の鉄道の建設に貢献し、スウェーデン鉄道の父と称せられることになる人物である。一年ほどのパリの生活の後、スウェーデンに戻った。 1857年から1861年の間、スウェーデン王立美術院で学んだ。1862年のロンドン万国博覧会を訪れ、ベルギーの歴史画家、ヘンドリク・レースの作品に感銘を受け、1863年にベルギーのレースの元を訪ねた。スウェーデンの戻り、展覧会で賞を得た後もエジプト、中東、トルコなどを旅し、 1866年にローマに滞在し、その後、再び、ベルギーに、レースが没する1869年まで泊まり、その後、ミュンヘンやイタリアで修行し、1871年にスウェーデンに戻った。1872年に、スウェーデン王立美術院の会員に選ばれ、1874年に、美術学校の准教授に任じられ、1880年に、 教授となった。1881年から1887年の間は校長を務めた。ありがとうございます。